レースは第11レースを迎えます。1、2、3、そして4、6、5となるんでしょうか。ちょっとまだこの辺りコースが微妙です。ボートレースはこの秩父宮妃記念杯シーズン2日目の終盤戦に入っています。昨日連勝の麻生が登場、その麻生が6号艇、この麻生のコース取りが今気になるところであります。まず、うちの船は1、2、3で入ってまいりまして、インコースに1号艇、福井の中島康平、2コース2号艇、佐賀の山田浩二、3コースに3号艇、地元滋賀、青木源太です。4コースの枠番通りでしょうか。4号艇、埼玉の山崎義明です。そして、どうやら5コースに6号艇、広島の麻生慎介で、6コース5号艇、岡山、竹上慎二の模様です。人気はまずインの1番中島です。今日前半戦は道中逆転勝ちでした。人気対抗2番の山田浩二や地元3番の青木です。麻生は昨日は逆転と逃げの2連勝、ここはどうでしょうか。進入コース、インコースから1番、2番、3番、ダッシュ、4番、6番、5番です。第11レース予選競争をスタートしました。まずインから1番の中島がしっかりといいスタートが、そして外からは6番の麻生が伸びていくが、内から4番ブロック、そして先頭1番中島で折り返しました。内から2番の山田浩二、刺して迫りますが、ここは逃げる1番の中島、中島先頭、2番手2番の山田浩二、3番手3番の青木源太、青木のうちに内から5番竹上並んできました。後続6番4番6番麻生4番山崎は5番手競り合いです。スタートは正常でした。第2ターンは繰り返し1、2、3ですが、外が2番の山田浩二、内から3番の青木源太、ここで青木が判定心リード、3番、2番が2番手争いですが、3番の青木は2番の山田浩二を牽制気味に、この後2周1マーク2番手で折り返すか、1番、3番、2番で折り返し、外2番の山田浩二も若干離されたが、しかし直線コースで3番の青木にまた並んでくるか、ちょうど1点進行の差、3番、2番、2、3番手の定冠です。単独先頭1番中島康平、2番手3番や3番青木源太で、これから2周2枚繰り返し、刺す2番山田浩二ですが、ここはまだ届かず、後ろ4番手5番の竹上も振り込みました。これで上位3艇は1番3番2番さらに4番手5番と定冠開いてまいりまして、まもなく最終第13幕です。インから先手主導権握った1番の中島康平、2番手は接戦から途中3番青木が2番手、3番手2番の山田浩二、その後は5番の竹上、6番の麻生は5番手、しんがり4番の山崎です。最終第2ターンは繰り返しです。1番中島、これで今日2日目は連勝目前、2番手3番の青木源太です。1、3、2でまもなくゴール。まず先頭1番の中島康平が五輪、2番手3番の青木、3番手2番山田浩二、あと5番竹上、6番麻生、最後4番山崎がゴールいたしました。以上、第11レース予選競争でした。